はい、こんにちは、スプレーアートエリアの梅ちゃんと梅ちゃんです。だからメキシコとかでさ、俺住んでたじゃん。うん、お金です。いろんな国行くとさ、もうなんか、もうなんか難しくない？何を出して、50って言われてもさ、言葉わかんなかったりとかさ、100って言われてもわかんないじゃん。こちらわかんないでこうやって出すときある。うんうん、いくらって取ってください。ああ、でもなんか、危なそうじゃない？危ない。必要なお金取ってって言ったら本当にそのお金を持っていくのか、それとも多く取られるのかっていうのをちょっと知りたくない？知りたいです。メキシコだったら絶対やるなって言われたじゃん。うん、言われたお金払えみたいな。こういうこと俺もやったんだけど、ダメってベロに言われたし。そうだね。俺もお母さんがね、メキシコに遊びに来て、お母さんがはいってお金を言ったの。財布ごと、財布ごとかで、はいっつって、ダメー絶対ダメーはいってやって、ちゃんとしたお金が返ってくるのか調べたいと思います。 OK、 見ましょうか。 Let's do it。 OK。 How much? $5,000。 ね、じゃあ、ちょっと全然わかんない。じゃあ、12,000って言われてんだよね。どれかわかんない。ああ、10,000 and $5,000。 OK。 ありがとう。ありがとう。ありがとう。普通にちゃんと12,0002つ持ってった。もう全然もと。普通にこれ安かったのが1全然持ってなかった、ね、1万の2,000ねみたいな、うん、すごいね、うん、まあ、普通だけどね。ちゃんと話したよね、うん、いくらいくらいくら。そう、これ1ドル猿猿じゃあまたちょっとね、いろいろあと2人ぐらいでお金入ようって言って、うん、今度は優しそうじゃなくて怪しそうな人に行こう。 OK、うん、あれがいい。 OK、 あとでレッツゴー。はい、ということでね、今マンゴー買ったんで、このお姉さんに、お姉さんって言っとこう、お姉さんにお金をこうやって選ばせて、2000、どれか分かんないふりします、ちょっと、うん、バカなふりします、バカなんだけどね。うん、How much? $500。 普通にあれだわ、2000取った。あ、動画回ってんのもあるのかな。あんまり本当になんかね、カメラ回ってる回ってない関係なくね、あんまお金取られなそう。なんか普通に優しい。なんかこういうの日本でもやりたいね。ベロがさ、お金わかんないっつってやったらちゃんとやってくれるのかって。やってくれそうじゃん、実は違ったりとかね。はい、あとじゃあ一人ぐらいお金のやつは調べて、うん、でね。